じゃあ今できること、今やるべきことなんだろうって考えてやり続けることしかないんだと思います。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、藤尾秀明さんの名言で、環境がどうだろうと、条件が何だろうと、自ら努めて、いや、まず与えられた命をひたすらに生きる。それが命の本質ということでですね、藤尾秀明さん、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。藤尾秀明さんは、昭和53年の創刊以来、月刊誌父の編集に携わる。54年に編集長に就任。平成4年に父出版社代表取締役社長に就任。現在、代表取締役社長兼編集長ということでですね。まあ、父出版さん。私のね、この名言の元と言いましょうか。まあ、尊敬しているところになるんですけれども、もうまさにね、環境がどうだろうと、条件が何だろうと、もう不平不満言ったらむちゃくちゃあるじゃないですか。もう今日もね、暑いし、朝から暑いし、ね、雨降らないし、新型コロナウイルスは未だにね、まあなんか大変なことになってると言ってますけれども、なんかよくわからない状態で待ってますし、飲食店だって、もう8時になっちゃったらもう閉まってね、次弁当とかいう形になってますし、いろんなことね、言い始めたらすっごいもう不平不満だらけですよね。不平不満だらけでですね、私ももう不平不満だらけのこの YouTube になるかと思うんですけれども、それじゃいかないと思っております。やっぱりね、自分の与えられた命、ね、まさにこの日本に生まれてですね、日本で育って、本当にいいなって思うのは治安因子ですね。日本なんてもう新型コロナウイルスだって世界から比べるとすっごい感染者数も少ないですしね。まあ手洗いうがい、綺麗な環境でいればなんとかね、こう暮らせますし。まあ不平不満言ったらそうですよ。まだ私ワクチン打ってないですけれども、ワクチンがどうのこうのとかね、本当にもうなんかニュース見てたらいろいろあるんですよね。ありますけれども、そんなこと言い続けてもしょうがないじゃないですか。じゃあ、今できること、今やれること、なんだろうって考えてやり続けることしかないんだと思います。私もね、すごくまあ走りたい気分にはなるんですよ。うん、走りたいんですけども、やっぱりそこはね、いろんなバランスを見ながらやってますし、距離も短くなってますし、レースもないですし、あとまあレースもあっても高いし、いろんな不平不満ありますけれども、でもね、やっぱり与えられた命、じゃあどうやってやっていくかと。今、タガをはめられた状態ですけれども、どうやって自分でこうアピールしていくかということが大事だと思っております。もちろんね、この YouTube も同じです。どうやって、放送していくか。うん。自分でタガはめてる部分はあるんですけどね。初めの頃、まあ今日ちょっと朝、自分の初期の頃の YouTube を見たんです。すごく、タガがはまってるような状態で喋ってたなと思います。うん。それに比べると今はちょっとマシかなぐらいですけれども、まあ、これからもね、自分の与えられた命を一生懸命生きていきたいと思っております。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。